アルペンスノーボードって何ぞやって話なの。はい、簡単です、はい、気持ちいいんです、楽しいんです、美味しいんです、以上です。なるほど、だって、まあ、了解です、わかりました。で、そんなこと言っても分かんないと思うんで、はい、説明します、ちゃんと。はい、お願いします。まずこちらアルペンスノーボードです。アルペンスノーボードで、これだけでも分かんないんで、はい、比べましょう。はい、フリースタイルスノーボードと比べましょう。はい、こちら皆さんが知ってるフリースタイルスノーボード、こちらがアルペンスノーボード。はい、まずね、板が細いのよ、アルペンの方も。おお、ほんとだ。ウエストが細いの、うん、これね、うんうん、これとビンディングが違うの。みんなこうカチャ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 やるビンディングでしょ、こうやって。はい、じゃなくてアルペンはこうなってて、はい、こうなってて、はい、ワンタッチで作る。ほら、簡単なんです。はい、でしっかりして、こうブーツも違うんだけど、はい、これね、プラスチックのブーツだ、うんうん、でもスキーとは違うんだね。普通のやつはこういうソフトブーツ、布のやつ。おお、そう、これは大きな違い。これはかっこいいブーツですね。これ自分で塗ってます。すごいですね。はい、でよくこのハードブーツ履くと、はい、痛いんじゃないのって言われるんですけど、あ、はいはいはい、これね、中にインナーって、これね、はい、ふわふわしたのが入ってるから、はい、特に痛くもなく寒くもないです。うん、はい、で安心してアルペンやりましょう。はい、はい、ありがとうございます。では行きましょう。はい、アルペンスノーボードは簡単にカービングターンができます。皆さんぜひチャレンジしてみてください。これ楽しい、すごく楽しい。エビゾーチャンネルではカービングライダーとのセッションを楽しみにしています。皆さん、ハンターマウンテンで一緒に滑りましょう。チャンネル登録はご自由にどうぞ。それでは皆さん、また。